皆さんこんにちは。今日の知っとくは朝シャンのお話です。朝にシャンプーをすることを朝シャンと言いますね。今ではすっかり聞き慣れたこの言葉ですが、歴史は浅く、この言葉が生まれたのは1986年でした。当時資生堂がモーニングフレッシュというヘアケア商品を発売し、女性アイドルが朝にシャンプーをしている CM を流したところ、これが大ヒットしたのです。これをマスコミが社会現象として朝シャンと名付けたのでした。ただし発売元の資生堂では、これより前に朝シャンの習慣は生まれていたと主張しています。モーニングフレッシュより4年前に資生堂はヘアコロンというシャンプーを売り出しているのですが、これはシャンプー後も数時間はシャンプーの香りが強く残ることが特徴でした。これが女子高生の間で流行し、女子高生は朝シャンに切り替えたといいます。資生堂はこれが朝シャンのルーツだと主張しています。お店に行くと、とてもたくさんの種類のシャンプーがあって、いつも迷ってしまいます。まだこれと決めたシャンプーに出会えていないのです。皆さん、おすすめがあったら教えてくださいね。